ボリース・エブゲーニエービチコフノは、ロシア出身の台本作家、詩人。聖のラテンジボテンシャを、フランス語風に読み下して、コシュノと、また英語風に読んでコクノと呼ばれることもある。ボリスコフの1919 19年に、エリザベトグラード在住だった、少年時代には、カロル・シマノフスキと恋仲であり、男色を主題とするシマノフスキの未完の小説、エフェボスの一章。 共演のロシア語版を贈り物として受け取っている。またシマノフスキはコフの少年に四つの総門化を捧げた。1920年にセルゲイ・ディアギレフの秘書や台本作家を務め、ゆくゆくは主要な協力者となった。また、1929年にディアギレフが亡くなるまで、その生涯最後の伴侶となった。コフのが手掛けたオペラバレー台本にマブラや困った奴ら、 メス猫、宝刀息子が挙げられる。1925年には、コールポーターとも関係を持ち、長期間にわたって二人で文通を続けた。ディアギレフの死後間もなく、セルゲイリファールと、ロシア・バレエ団を共同運営しようとするも成功しなかった。二人は、ディアギレフの蔵書やコレクションを相続しており、そのうちコフノが受け継いで完備した資料の一部は、 フランス国立図書館に購入された。ディア・ギレフの偉業を普及のものにしようとして、バシーリー・ボスクレセンスキーとルネブリュムを監督に迎えて、モンテカルロロシアバレエ団の結成を促す。この試みは、二人の監督が決裂したために、三年間しか持たずにご破産となり、新たに二つの競合する団体が誕生することになった。 1933年には、ジョージ・バランシンと共に、短命に終わった、バレエ団1933を設立し、夏に、シャンゼリゼ劇場でデビューさせた。同年、エドワード・ジェームズと共に、ブレヒトとクルトバイルに、新作を移植する。完成されたのが、ブレヒトバイルの最後の共作となった、七つの大罪、であり、舞台制作と演出、振付はバランシンが担当した。 戦後は、ローランプティと協力関係に入り、シャンゼリゼバレエ団を共同で設立して1951年まで二人で監督した。シャンゼリゼバレエ団は1945年5月2日にコフノの舞台演出によってカルタ遊びを上演し、大成功のうちにデビューを果たした。多くの著作を残しており、中でもディアギレフに関する著書、ディアギレフとロシアバレエ団と、 かつての親友であり、協力者についての断片的な回想録、クリスチャン・ベラールは、重要な資料である。フーズ・フー・インゲイ・アンド・レズビアン・ヒストリーバイ、ロバート・アルドリッチ、ガリー・ワザ・ー・スプーン・ピー・510・デア、スピーゲル・アウス・ガーブ・42、1947・フォーム・18、オクトバー・1947・セーテ17、ダス・ゲタン・テスタ・ポカースピール。ありがとうございます。